マイナスイオンは、大気中に存在する負の電荷を帯びた分子の集合体である。主に空気中の過剰電子によりイオン化した、大気分子の影イオンを表す用語である。大気電気学では、健康問題に関する際に、不イオンをこのように呼ぶ。家電メーカー13社はほぼ共通して、空気中の原子や分子が電子を得て、マイナスに帯電したものとしている。 専門的には通常は空気マイナスイオンと呼ばれる。昭和初期の文献では空気イオンとするものもある。大気電気学のイオンは科学とは定義が異なる。20世紀初頭から空気イオンに関する研究は連綿と続いてきた。日本でマイナスイオンという言葉は20世紀の終わり頃からメディアに頻繁に登場するようになり、 1999年から2003年頃が流行のピークであった。日本の流行語となった。十分な裏付けが得られないまま功能ーーを担うメーカーが数多く現れた結果、批判も起こった。ただし、負の大機音ンの論文などの文献は2002年までに海外2470文献、日本でも290文献ある。また、厚生省の認可を受けた。 医療機器が存在する。また空気中の影イオンは、ゲルデン式コンデンサ型イオン密度測定器などを、用い、g i s b 9 9 2 9 2 0 0 6空気中のイオン密度測定方法に基づいて計測される。マイナスイオンの研究をさらに発展させて、クラスターやオーラジカルやアニオンといった物理学の概念を導入することで、技術の向上を目指し、 携帯型空気清浄機やヘアドライヤーなどの分野で、より付加価値の高い製品を生み出す動きも見られる。会議派である工学者の安井樽は、マイナスイオンを未科学とし、ドライヤーのさらさら効果は体験できるが、複製生物のオゾン水の効果ではないかとし、囚人効果や冷蔵庫の鮮度保持でも他の説明ができるのではとの仮説を述べている。安井は、どのメーカーも、 効果の実証データを示していないと指摘しているが、その発言の前練に、家電メーカー14社中8社が、自社製品の実験データありと回答している。また、健康に対しての効果については会議している。同じく会議している、統計物理学者の菊池誠は、健康効果について偽科学とし、その根拠を2002年の AP 通信によるインタビューに、頼っている。安井はトルマリンが、 マイナスイオンを出すという説をインチキとし、菊池も同じような言説である。両者ともにマイナスイオンの定義が明確でないと主張しているが、科学的には負の大気イオンだという認識に相違はなく、この現象自体については会議していない。大気電気学概論では、健康問題との混同を避けるために、以下のような記述がある。大気電気学では、不イオンと呼ぶが、 健康問題に関係するときはマイナスイオンと呼んでいるので、以下、この呼び方をする。また、正イオンのことをプラスイオンと呼ぶ。日本大気電気学会編大気電気学概論コロナ社2003年3月初版144ページ。大気イオン自体は大気電気学分野の科学用語である。負の大気イオンの英名はネガティブやアイオンズである。 国内でマイナスイオン研究の主導的立場にある研究者らや他の日本人研究者たちは国内の学会において負の大気イオンをマイナスイオンと呼んで生態生物学的影響に関する研究発表を行っている。空気マイナスイオン応用時点では1996年以降の研究論文の第2マイナスイオンという言葉が登場する。 1937年の医学書、内科診療の実際に、大気温量法の項では、アエロアニオンの訳語として、空気イオンと記されている。科学大辞典、第二版では、大気中の負の電荷を帯びた分子の集合体であると、されている。国内の物理学分野では、影ンの意味で、マイナスイオンが使われる例があり、例えば独立行政法人理科学研究所の分子、 動力学研究において、プラスイオン、マイナスイオンという用語が用いられているほか、日本学術振興会総合研究連絡会議透明、酸化物鉱、電子材料第166委員会でも、結晶中の7構造に関連して、マイナスイオンが用いられている。1985年の通商産業省の先端技術の紹介文献において、 水溶液中のイオンの状態を表す用法としても用いられたことがある。科学技術用語としては不イオンが正しい用法である。2003年には家電メーカー13社は空気中の原子や分子が電子を得てマイナスに帯電したものというほぼ共通した定義を回答している。回答した13社は松下電気産業、松下電工、三洋電機、 採用エアコンディショナーズ、日立ホームライフソリューション、富士通ゼネラル、東芝コンシューマーマーケティング、東芝キャリア、三菱電機、シャープ、コロナ、タイガー魔法瓶、増印魔法瓶である。学術以外での用法では定義が曖昧で意味が統一されていないという側面がある。会議的立場を取る安いルは通常の価格でイオンは水溶液中の家電粒子だが 大気電気学でのイオンの定義とは異なっているため、マイナスイオンを負の空気イオンとし、水溶液中には存在しないという立場を取るとしている。大気中の負の小イオンでは、o 3mn、波素 4mn が代表的である。コロナ放電によって生成されたマイナスイオンでは、CO4 n や O2n と推測されていたが、CO3n、o 3m など、 他の物質も候補に上がっている。コロナ放電による生成メカニズムと4種の特定については、以下も参考となる。水破砕によって発生するものは、ほとんどが O2N と考えられている。放電プラズマによって生成されたものに関する、実測でも同じく O2N が観測された。これらの生成方式による危機器では、オゾンなどは発生しない。 2006年11月にはイオン発生量の測定方法が実施規格化された。1899年にエルスターとゲイテルはイオンを発見し分子イオンと命名し、1901年には大気中の電気の電動性の説明として気体イオン説を発表した。1901年にはチェマックはドイツやスイスの熱風フェーンのイオンを測定し、 プラスイオンが増加しているため、肉体や精神に有害な作用があることを主張した。ハエが吹くと空気のプラスイオンが増えるため、人の精神に悪影響を与え犯罪発生率が上がると主張され、スイスではプラスイオン量が増大するフェーン現象は犯罪の実刑が軽くなる上場尺量の証拠として認定されている。1905年には、 フィリップ・レナードが、レナード効果と呼ばれることになる、水が破砕されることで細かい水しぶきが、負に帯電する現象を発見した。ステフェンズは1910年に、大気中のイオンと同じものを人工的に生成し、病気に応用し、空気イオン療法が始まった。1920年代以降に、日本の木村正一、ドイツのデスワーやソ連のチー・ジェフスキーといった研究者が、 発展させていくことになる。フランス、チェコスロバキア、アメリカでも展開した。1930年代には空気イオンによる療法として、特に日本やドイツで影イオンとヒイオンが病気にどのような影響を与えるかという研究論文が医学開始に掲載された。1937年には西川義らが医学書内科診療の実際の治療法一覧に、 大気イオン療法を記載し、その整理作用や生成装置について記載している。アエロアニオンの訳語として空気イオンと記されている。1938年、空気イオンの医学的研究も出版されている。慶応大学医学部の原島進を中心とした研究班のほかに、事件医大、日本医大、九州大学医学部でも日本での空気イオンの研究は、 活発となっていった。アメリカでは健康危機器として、イオンジェンナーティングデバイスが1950年代頃に一時流行したことがあった。しかし1960年代初頭には、イオン発生装置や副産物のオゾンに対して、アメリカ食品医薬品局が警告を出したことにより、イオン発生装置は健康市場から制限を受けることになった。 結果として業者らは空気清浄機として販売しなければならない状況になった。第二次世界大戦はこうした研究を中断したが、1961年にはアメリカで第一回国際空気音楽会が開催された。1960年にはモスクワ空気音化中を研究所の所長であったチーゼフスキーの研究報告書がソ連連邦国家計画委員会によって 出版されている。コロナ放電式のイオン生成器による研究であった。1976年にはサイエンスにも掲載され、殺菌作用とセロトニン仮説などが述べられた。90年代に至るまで研究は連綿と続くことになる。疑似科学の批判者として知られるテレンス・ハインズは、1988年発行の実著の中で一課のようにコメントしている。 空気音の人間行動への影響を示す研究がいくつかあるが示された効果は小さく、また被験者により正反対の効果をも示す別の研究結果もあり、さらに全く効果が見られないとする別の研究結果もある。よって実証品の応用に使うには無理だ。つまりこの効果をマイナス4生成器の購入正当化の理由にはできない。その18年後、 2006年のアメリカ心理学会の発行する心理学の定点観測的な雑誌では、影音による季節性情動障害の治療研究が紹介されている。口述の文献にて研究を創設する2010年代の論文が提示されている。1990年代後半からマイナスイオン商品は散発的に販売されていたが、 ブームのきっかけは1999年から2002年にかけてテレビの情報バラエティ番組発掘あるある大辞典がマイナスイオンの特集番組を放送したことであった番組ではマイナスイオンの効能が歌われブームに火がつきマイナスイオンは2002年の流行語となった2002年の家電量販店の店頭は一時マイナスイオン商品で溢れかえる事態となった 次に述べる。流行の実態、編集マイナスイオンの健康問題を扱う一般書籍やマイナスイオン商品の広告の中には科学としてマイナスイオンによる効能を扱うものが見られる。2003年には家電メーカー14社中8社が自社製品による実験データありと回答した。マイナスイオン商品の解説や健康本の著述の中にはマイナスイオンが 疲労回復、精神安定をはじめとする様々な健康増進効果をもたらすと主張するものがあるが、これらの効果は客観的に証明されたものではないものが多くある。実証されていなくとも商品販売とは関係がなければ書物の記述は医薬品医療機器等法の規制対象外であるためである。流行が加熱した2002年頃には、 流行に便乗して様々なマイナスイオン商品が発売された。同年上半期の日本経済新聞社発表のヒット商品番付ではマイナスイオン家電が小結びにランクされた。エアコン、冷蔵庫といった大型で高価な家電製品、衣類、タオルマスクなどの繊維製品、マッサージ機やドライヤーなどの健康機器、美容機器、芳香剤、消臭剤などの日用品、 自動車用品、パソコン、パソコン関連製品など多岐にわたっている。また、マイナスイオンを発生させるという触れ込みの商品であっても実際には単なる置物、装飾品、印刷物であるものも存在した。何かが発生しているように見せかけるため、音や光を出す商品や説明文書を添えた商品も存在した。二千三年になると、景品表示法が改正され、 商品の表示に対しては合理的な根拠が要求されることとなった。法施行後、大手家電メーカーはマイナスイオン家電のパンフレットから効果効能の記述を削除し、そして販売自体が中止されたマイナスイオン家電も多く出た。2003年、国民生活センターはマイナスイオンを冠した商品すべてに科学的に健康効果が実証されているわけではないと報告している。 2003年8月にはマイナスイオンブームの機種であり、マスコミに頻繁に登場していた、堀口のボルが経営するメーカーが製造するマイナスイオン器具関係が薬事法違反で行政処分を受けた。その2ヶ月後には電位治療器として承認を受けたため、健康保険の対象となった。堀口のボルの電位治療器の他には医療機器のオーがマイナスイオンを発生させる機器として、 1998年に同じく違反した後に許可を得ている。2004年になると、マイナス4関連製品の月別発表件数は最盛期の1、10以下となった。後にマイナス4製品の効果効能を信じる、あるいは期待する消費者はいるが、効果を実感できなかったという消費者の安定と結果が公開されたことや、効果の究明が全く不十分と指摘する。 学識経験者の声が広まり、またメーカーが効果を検証していないことが明らかになるに従い、効果を疑問視する消費者も増えてきた。さらに2006年11月には、東京都は科学的根拠が薄弱なマイナス4商品に対して、複数の業者に対し資料提出要求及び景品、表示法を守るよう指導を行った。また2008年2月には、 マイナスイオン等による自動車の燃費向上グッズが高価なしとして業者19社が厚生取引委員会によって排除命令を受けた。青森県の八戸学院大学では同県に所在するおいらせ軽流のマイナスイオン値を測定しマップにして配布していたが一部研究者からの指摘を受け自主回収することとした。一部の大手企業は 名称を変えた商品を販売している。マイナスイオン商品を販売する家電企業参考、空気中にイオンを賛成する家電を販売する企業、このようにマイナスイオンという言葉を宣伝に用いる企業もあれば、独自の名称を用いる企業もある。2010年春モデルのエアコンではコロナがマイナスイオンを採用しているが、独自の名称のイオンの発生器を搭載しているメーカーが多く、 プラスかマイナスかすらカタログに記載していないメーカーもある。業者の主張、編集機質のように、大気中には、大気温が微量であるが存在している。大気汚染がある場合や、人工空間等では、大気中の大電粉塵により中和され、大気温濃度は小さくなる。これは、科学的な記述である。会議派で、統計物理学者の菊池誠は2006年に、 事故のブログでこう述べる。確かに滝の側で爽快感を得ることはあるが、これは飛び散った、細かな水滴が気化する時の気化熱による空気の冷却による涼しさ、都会の喧騒から離れたことによる静けさや空気の正常さ、また木々の緑が目に及ぼす優しさ等、普通に想定される快適要因による説明で十分であり、あえて科学的に実証されていない。 マイナスイオンを原因として持ち出す必要はないのではないか。1999年の松下の研究はマイナスイオンに暴露するグループと何もしないグループに分けてマイナスイオンのあった方は減算や逆症の成績が落ち深呼吸が増すといった優位な差が見られる。別の松下の2000年の研究は二重盲検法によって15人を振り分け就寝時に機器を使用して 三週間後には、マイナスイオンありでは、NK 細胞の優位な現象が確認されている。マイナスイオン商品が標榜する効能、編集マイナスイオン商品が標榜する効能としては、精神安定、不眠の改善、アレルギーの抑制、血液浄化といった人体に直接作用するものから、空気浄化、脱臭、除菌といった環境に作用するものなどがある。 様々な商品が様々な効能があることを直接、間接に示唆しつつ販売された。これらの効能は実証されていないものがあり、2003年の景品表示法の改正以降、研究データを持っていないメーカーは、マイナスイオンを宣伝文句としては避けざるを得ない。行政は、不実証の効果効能標榜に対し規制取り締まりを行っている。 特に人体への作用と評判するものに対しては医薬品医療機器等法違反となる。例えば2007年に東京都はマイナスイオン関連商品に対して病気の治療を目的として使用することを評判する場合は医療機器に該当するとし薬事法違反を警告している。またここでいう問題となる評判について血液を さらさら、心臓病の予防精神安定、不眠症の解消、体細胞の活性化等の具体的事例を挙げて説明している。家電メーカーの研究データ、編集2003年に家電メーカー13社から回答を得たところ、脱臭、保湿、静電気の抑制、囚人といった費用、技術的に実証しやすいものは、各社実験で確認済みであったり、 ドライヤーに関しては松下が、毛髪水分量や髪をしっとり、サラサラにさせるというデータを、日立製作所が髪の水分保持に関するデータを持っていた。シャープによる除菌効果の検証、編集、大手家電メーカーのシャープは、除菌効果があるとするイオンを放電する装置を販売している。シャープは、放電により生成した大気イオンに除菌効果があると、し、 これをプラズマクラスターと名付けてエアコンや冷蔵庫を販売している。開発者による技法によると除菌効果は放電で同時に発生したオゾンによるものではなくマイナスイオンとプラスイオンの反応により生成した活性酸素のタンパク質編成作用がウイルスを不活性するとしている。シャープはマイナスイオンとプラスイオンを放電するプラズマクラスターイオン技術に対して 同社の特許技術であるプラズマクラスターという登録商標を使用している。除菌効果の実空間での実証が開発者以外の第三者によってなされた科学論文は2007年現在のところ存在しない。同社は広島大学、大阪市立大学、ハーバード大学、ソウル大学など国内外の複数機関で研究を行い効果を実証しているとしている。なお、 有効な特許について特許発明の技術的範囲に則っ,った説明が景品表示法違反になった例は未だに存在しない。シャープは製造したプラズマクラスターを組み込んだ掃除機に関して空気中に浮遊しているダニの糞や死骸等のアレルギーの原因となる物質を分解、除去すると広告で表示していたが2012年11月28日消費者庁が 外部の研究機関に依頼して調べた結果、表示された通りの性能が出なかったため、同社に対し不当系品類及び不当表示防止法違反で再発防止を求める措置命令を出した。発生期の種類、編集市場ではマイナスイオンを発生すると称する様々な商品が販売されている。代表的なものは以下の通り、トルマリン原石、 マイナス四商品には、宝石素材とはならない、低品位原石を粉末にして使用する。コロナ放電方式発生装置電子放射方式、発生装置プラズマを利用した、発生装置、レナード方式発生装置天然鉱石を用いる、モノトルマリン鉱石等植物の加工品木炭、畜炭その他く、観葉植物等1から3はいずれも放電により、大気を電離させる。四は、 レナード効果によるものである。この場合、不意音濃度だけでなく、湿度も増加させる。このトルマリンの結晶は、その圧電効果や、昇電効果により、衝撃や熱が加えられると大気を電離させて、不意ンを発生させる可能性がある。しかし、常時、歪みや熱が加えられなければこの状態は続かず、静止状態では、不意ンは発生しない。また、粉末状のトルマリンでは、 電離に必要な電圧が出るとは考えられない。そのため、原料のトルマリンコに放射性同位元素を混入した商品が存在する。この場合は放射性同位元素から放出される電離放射線により、大気を電離させて、不意音を発生させる可能性があるが、同時に低線量放射線の健康影響が心配される。7、愛媛大学農学部の西名博士へ教授は、 観葉植物とマイナスイオンの濃度の関係について実験を行い、観葉植物の有無、配置によって濃度が変化することを示している。イオンブロワーという静電気の発生を制御する装置がある。ドライヤーや洗濯機などは乾燥による静電気の発生を抑制する目的としては理にかなっている。マイナスイオン密度の測定、編集発生器の性能を示す指標として、 マイナスイオン密度が用いられる。これはマイナスイオン密度測定器で測定される値であるが、この装置の多くは大気イオンの濃度測定法を利用している。しかし、この測定器は原理的に様々な環境因子の影響を受けるため、信頼できるデータを得るためには科学的な測定技術と知識が必要である。例えば測定時には湿度が敏感に影響するはずだが、 湿度の影響をどう取り除いたのかの説明がないとの意見がある。すなわち滝の側や湿気の高い森林の中などでの測定は、測定に影響を及ぼす環境因子をきちんとコントロールしなければ、科学的に信頼性のあるデータは得られない。一部のメーカーは、バークレー大学の作った国際規格である発生口から1メートル離れた場所で1立方センチ。 あたり10万個以上のマイナスイオンが発生すれば、イオン発生器という名称が使えるというアメリカでの基準を自主的に採用していた。このように信頼性に疑問があるイオン測定データが増え続ける可能性が懸念される状況の中、マイナスイオンブームの最中の2002年にマイナスイオン業界の指示の下で設立された特定非営利活動法人日本機能性イオン協会が 利害関係人として、自ら作成した空気中のイオン密度測定方法の原案を提出して、実制定を申し出た。日本工業標準調査会は、提出原案の審議の後、空気中におけるイオン密度の測定方法及びイオン、発生器によって生成されるイオン発生量の測定方法として、2006年11月に、JISB9929-2006 空気中のイオン密度測定方法を制定した。なお、これは、測定方法に関する企画なので、イオン科学種は何か、イオンが健康に良いかどうかに関する説明は、一切含まれていないことに、注意しなければ。特許庁等の対応。編集特許庁は、平成17年度特許出願技術、動向調査報告書、多機能空気調和機において、 空気調和機の4つの基盤技術の一つに、オゾニアイオンや4発生などの電気技術を挙げ、物質負荷機能として、マイナスイオンに関する特許が多いことを指摘している。また、工業所有権情報、研修官は、2004年3月に、マイナスイオン発生器の技術動向等を解説した特許流通支援チャート、マイナスイオン発生器を作成し、マイナスイオン技術の概要を、 企業等の特許情報等を公開している。この中で市場への商品投入後に学術研究が追いかけているのが現状であり、マイナスイオン発生器の効果については科学的に完全に解明されていない状況のもとで社会的に注目されてきたことにも留意する必要があることを指摘している。東京都生活文化局の対応、編集東京都生活文化局は 2006年11月、マイナスイオン商品に対する注意を喚起し、マイナスイオンの効果を謳う商品の表示に関する科学的検証結果を公表した。これによると、景品表示法の観点から、マイナスイオン商品のインターネット表示発見を科学的に検証した結果、マイナスイオン発生量に関する表示には客観的実証が認められず、情報、根拠の表示も、 不十分であると指摘した。さらに、マイナスイオンの存在自体を否定したり、すべてのマイナスイオン商品の効果、性能を否定するものではないと断った上で、調査対象の発見の商品について、マイナスイオンの効果や性能に関する表示に、客観的実証が認められない点を指摘した。対象となった事業者に対して、景品表示法の遵守を指導するとと,ともに、通信販売、 訪問販売の関係業界に対して客観的事実と根拠に基づく表示の適正化等を要請した。2002年まででも海外2470文献、日本でも290文献が示されている。2003年に国民生活センターが実施したアンケートに対してマイナス4推進側の中江茂は人体への効果との因果関係については 1970年以降400編近い論文が発表されている。ただ、分子レベルのメカニズムが解明されていないが、その大部分は効果ありとする論文であり、客観的には有益であると考えると述べた。一方、会議側の安いたるは無効とする論文も多く、マイナスイオンと人体への効果との因果関係は十分に究明されていない。オゾンや 湿度などの効果ではないという検証も不足している。上に絶対量があまりにも少ないと主張している。空気イオンの生理学的研究には、1937年に出版された内科診療の実際において、空気イオンには鎮静作用が、空気イオンには興奮作用があり、血圧、脈拍、呼吸、血糖値、白血球など多くの生理学作用の増減報告が、 なされている。1930年代にもいくつかの例を示せば、血液酵素アミラーゼが、影イオンにより増強され、ヒオンは阻害する、マイナスイオン療法は、活性酵素を抑制し、モルヒネ受容体と結合するため関節炎、打撲、骨折などの炎症を緩和し、機能回復を促進する、影イオンは特に糖尿病患者の血糖値を抑制するといった1930年代の、 研究論文がある。マイナスイオンの用語は空気マイナスイオン応用時点の一覧からは日本の1996年以降の文献に見られる。多くの日本人研究者がマイナスイオンの用語にて生態生物学的影響に関する研究発表を国内の学会で発表した。論文検索を用いて題名にマイナスイオンを含み、かつ生態 生物学的影響に関する国内学会発表を検索すると少なくとも29学会で計56件の発表を確認できる。筆頭発表者の所属を見ると大学が37件、その他が19件であった。産学共同の状況では56件中14件が大学と企業との共同研究であった。発表年別集計では百九十四年が一件。 1995から1999年が8件、2000から2004年に46件と大きく増加したが、2005年以降が1件と激減している。この検索の中に、査読月原著論文は過去2件ある。共に、渡辺一郎北大助教授によるものである。なお、医療書でも論文でもなく、単に辞典であるが定義で、前日の科学大辞典。 第2版のマイナスイオンの解説では人体への好影響が言われているが詳細は不明であるとの記述がある。1930年代にはいくつか例を挙げれば軽症の動脈硬化症に対し星差が減り血圧と脈拍が硬化する特に肺結核に対する諸疾患に対して影イオンが病気に対する抵抗を高める影イオンは全息患者79例中32例が 回遊13例が経緯へ19例はやや警戒13例は変化なしで気温は疲労感を訴えさせたといった研究論文がある。負の大気イオンの生態、生物学的影響に関する論文を生命科学系文献データベースプブメドにてキーワードをネガティブエアイオンを OR ネガティブイオンで検索し生態、生物学的影響に関する論文のみ抽出すると 1959年から2007年までの48年間で63件確認できた。論文史別に見ると、インターナショナルジャーナルオブバイミティララジーが8件、バイフィシカが4件、ネイチャーが3件、その他に掲載されている。著者の国別を見ると、USA が12件、ロシアが9件、ジャパンが8件、UK とジャーマニーが各4件、その他であった。 これらの論文のうち、効果に否定的な結論を示す論文は63件中4件、ある。2004年のエアロゾル画界のエアロゾル用語集には、仮説の実証には、今後のさらなる検討が必要であると記されている。代替医療の事例、編集代替医療として、臨床現場で使用が試みられている例も存在する。東京女子医科大学附属青山。 自然医療研究所クリニックは、ホメオパシーなどとともに、マイナスイオン療法を行っている。統合医療を実践する上での問題点や、本クリニックの実践内容については、日本保管代替医療学会誌に掲載された論文に詳しく書かれている。なお、マイナスイオン療法は、他の代替医療と同様、健康保険は利用できない。向井の岡工業高等学校元教諭で、 玉川大学工学部元講師の青木文明は、著書にて、マイナスイオンを増加させることによって、数十例の難病が全体あるいは部分的に回復したと書いている。ニューウェイズの宣伝本を書いたピート・ビーラックは、自身の別の著書で、アメリカのフィラデルフィアのイースト・ウエスト病院において、マイナスイオン療法により、花粉症や、全息の63%が全開、または、 部分的な改善を示し、やけど患者の85、1998年の研究では、季節性譲導障害の158人を振り分け、負の空気音は、朝の朝への曝露と同じ程度の効果があった。2007年の32人でのランダム化比較試験では、光、負の空気音ともに、季節性譲導障害に有効であった。2010年の報告では、 ランダム化比較試験で73人の季節性上等、障害を振り分け、光、負の空気イオン、プラセボで処置し、光では優位に、高濃度不イオンへの暴露では、優位ではないが有効であった。マイナスイオンを批判している工学者の安井樽は、マイナスイオンを未科学としている。2004年の論文で次のように述べている。定義については、負の大気イオンが正式名称である。 実験値が出ていると思えるものに、シャープのプラズマクラスターイオンの除菌作用があるが、他のメーカーから再現できないと指摘されているとしている。それ以外にもドライヤーは、複製生物のオゾンによるオゾン水の効果で説明がつくのではないかなど、脱臭、掃除機などの効果が、マイナスイオン以外の原理で説明がつくだろうという、検証されていない仮説を述べている。 トルマリンについてはインチキとしている。どのメーカーも効果を示すための実証データを示していないと指摘している。2003年の論文ではドライヤーのサラサラ効果については体験上事実であるがオゾンによるオゾン水の効果ではないかとの仮説を述べている。掃除機や空気清浄機の囚人、冷蔵庫の鮮度保持についてはオゾンや光触媒でも説明できるとの仮説を述べている。 二重毛検法の条件を達成することで人体への効能は証明可能となるが、それは匂いのするオゾンの発生などの条件のため難しいと指摘している。同じくマイナスイオン批判をしている統計物理学者の菊池誠の言説について、2004年の偽科学入門と題する自らサイトで公開する文書にてマイナスイオンの生成法には水の粉砕、 放電、トルマリンの3種類があり、水粉砕には保湿効果くらいがあり、放電にはオゾンが発生し、トルマリンでは帯電したものは何もないだろうと仮説を述べている。体への根拠では、現在では変える見られない空気イオンの理論と実際を参照しているとし、2006年2月23日の追記では、歴史がまだよくわからないし、挙げた書籍も、 時々帰り見られていると追記し見解を変更している。影響はあるが、イオン製造機を買う価値はないとし、よく調べれば効果が明らかになると反論されることがあるが、科学的効果がはっきりしないものは偽科学であると断言している。その後、菊池は2006年4月18日に自身のブログで日本大気電気学会が出版した大気電気学概論を読んだところ、 マイナスイオンは健康に良いのかは解決すべき、問題だと記載されているため、未科学だとしている。2006年7月28日のブログにて、マイナスイオンが存在するのかといえば、マイナスイオンは体に良いという時のマイナスイオンの場合だと、大気イオンや帯電した水クラスターは存在するが、体に良いという根拠がなく、それが、トルマリンから出るかどうかについては、怪しいとしている。 2006年9月の同じく、偽科学入門と題する論文では、2002年の AP 通信による英語のニュースで、大手家電メーカーの和社が、マイナスイオンの効果は知らないと語っていることを根拠として、それを自身の論として追認した。また自身の公開する公開日不明の文書では、空気イオンの理論と、実際が入手困難なため調査不足であることと、2002年の AP 通信のメーカーへのインタビューを根拠に健康効果は科学的に実証されていないと結論している。科学者のコナミヒデオもマイナスイオンを偽科学と表現している。コナミは偽科学が流行してしまった理由の一つとして専門家の言語表現と一般の日常用語の感覚にあるズレについて言及している。すなわち専門家はタイは 絶対にあり得ないという表現は使えないため、確率的には極めて低いなどと表現するが、これを一般の人の受け止め方では実際に起きるかもしれないとなってしまうという、ありがとうございます。